次にお届けいたしますのは赤とんぼ幻想曲です。皆さんも一度は耳にしたことのある山田耕作作曲の童謡赤とんぼを魅力あふれるオーケストラの編曲でお楽しみください。弦楽器の和音から始まり、木管楽器のソロが登場。その後、中間部のゆったりとした赤とんぼから明るいポップな赤とんぼなど様々な曲調に変化します。日本の美しい情景を思い浮かべながらお聴きください。それではどうぞ。Thank you.